落差120メートルの氷瀑をロープなしで登る、いわゆるフリーソロのスタイル。技を磨くのは北アルプスの岩場でも。あの達成感って、ちょっとすごいんだよね。登山界のアカデミー賞、ピオレドール生涯功労賞受賞、極限のソロクライマー山野泰史。森井先生是我们登山圈里面的大神。それだけのキャリアを積まれてきて生きてる。すごいすごい。来た。夢に見てきた。ヒマラヤ最後の課題、喜びと挫折を嫌というほど繰り返してきた。私もすごい苦しかった。ヤシから山取り上げたら何もなくなっちゃうから。なんでそこまで好きなの、自分の生命がなくなっちゃうかもしれないよって。頭おかしいんだよね。会長、激しくも美しい挑戦の記録、人生クライマー山野泰史と垂直の世界完全版。外周角っぽいよね。これは美味しいからな。なんかでもあの全体にニューサマーオレンジそんななってないから、去年は向こうのすごいいっぱいなったんだけど、小さいのがものすごいいっぱいなっちゃってすごい落ちたの。その色づく前にものすごいいっぱい、バケツに何杯も。でこれを俺結構剪定したんだよ、上を落としたり。だからまあまあ実も大きいだろこれ、そんな落ちてないもん、どこもそんな落ちてないから最初から理想的な数がついてんじゃない、しょっぱい。酸っぱいよ。もうちょっと置いといた方が甘みが増すんじゃない。こと山に関しては太古の方が先輩だ。あの達成感って、ちょっとすごいんだよね。登山界のアカデミー賞、ピオレドール生涯功労賞受賞、極限のソロクライマー山野泰史。森井先生是我们登山圈里面的大神。それだけのキャリアを積まれてきて生きてる。すごいすごい。夢に見てきたヒマラヤ最後の課題、喜びと挫折を嫌というほど繰り返してきた。私もすごい苦しかった。ヤシから山取り上げたら何もなくなっちゃうから。なんでそこまで好きなの、自分の生命がなくなっちゃうかもしれないよって。頭おかしいんだよね。会長、激しくも美しい挑戦の記録、人生クライマー山野泰史と垂直の世界完全版。